このコンクール最後の学校になりましたね。はい、そうなんです。最後の学校は北海道ブロック代表、札幌市立美しが丘小学校です。はい、この学校は全国コンクール3年連続3回目の出場なんですね。はい、で日頃は地域の病院をこう訪問して演奏したり、ボランティア活動も盛んなんだそうですね。はい、ではまず練習風景ご覧いただきましょう。札幌市立美しが丘小学校は札幌市郊外の新興住宅地にあります。教室は間仕切りがあるだけで広間につながっています。このスペースは授業や遊び時間の中で子どもたちがのびのびと過ごす場所になっています。合唱団の練習は毎朝授業が始まるまでの30分間です。団員は57人、高学年のリーダーが中心となって練習をします。もっと出して。練習方法も子どもたちで考えます。廊下の端にいる仲間に向かって歌う練習、広い会場に声が響き渡るようにするためのものです。やっぱり声を飛ばす練習と、あともっとホルテとかを出せるように練習することを注意して練習しています。今年から練習に手話を取り入れました。歌の表情をもっと豊かにして、たくさんの人たちに聞いてほしいと子どもたちは張り切っています。一人でできないこともみんなでやればできるっていうのは、この子たち自分たちで体感してるはずなんですよね。成長してきた姿が全国大会で表せれば、それで一番かなと思っています。はい、それでは美しが丘小学校の課題曲の演奏です。花と少女、指揮は向出明先生、ピアノ伴奏は早川美佐子先生です。